目標地点に到着。よし、行くぞ。突入成功。無茶するわね。見たこともないんですよ。この島普通じゃない。気をつけて、カヤルさん。忍者はすでに立ち去った模様。引き続き準備を。忍者。何があるかわからない。慎重に進みましょう。押し上がれ。
至急応答を願う。無線機どこかしら。気づかれてないよね。出発する。気づかれないよう一旦通信を切ります。LOA って歯ブラシから戦車までの？そう、その LOA もともと先端科学を中心に多角経営をやってるコングロマリットだったけど、世界経済崩壊後の業界再編成以降、自身で全て作ってるって話。何でもね、押収した兵器を分析した結果、 LOA が極秘開発したものとみてまず間違いない。結局ビジョンと技術と資金があれば敵なしってことなんだよな、いつの時代でもね。はあ、資金の何百分の一でもこっちにくれたらな。確かに LOA なら世界中に支店や子会社がある。放送網だって牛耳れるだろうから、今回の作戦も可能かもしれない。だけどなぜこんなことを？そりゃ君たちの任務だろう。水木、至急ハヤブサとアビスモ島へ向かってくれ。 LOA の秘密研究所があるらしい。もう一刻の猶予もない、急げ。了解しました。 LOA、 ちょっといいかい、石神には気をつけろ、何か隠してる。どういうこと？この作戦彼の独断専行みたいだ。どうやら政府の認可も取ってないらしい。本当なの？ああ、君とハヤブサの動きがアメリカに漏れて防衛省でも揉めてるらしい。このミッションどうもきな臭い。ありがとうクリフ、でも LOA を放っておけない。私は行くわ。ああ、でも十分気をつけてくれよ。ママ仕事でお出かけしてくる。今度はちゃんとクリフとお留守番してるのよ。カンナお願い兄さん。了解、今度はちゃんと捕まえて離さないよ、決してね。行きましょう、ハヤブサ。ああ。どうした？わかった、それから君のことも。約束だ、カンナ。さあ、ハヤブサ。では、トラックの背後、忍者です。トラックごと排撃しろ！ラジャー！撃て！
空戦隊に任せろ。全員退避。引け。はやぶさ聞こえる。重武装ヘリがすぐに向かってるわ。あとはまさかナパームだ。大至急そこから逃げて。やつ全て焼き尽くすつもりよ。襟は片付けた。瑞希、応答しろ。Fuck!
施設に到着した。聞こえるか、水木。
Oh!
変わらず早いね。さすがは忍者だ。錬金術師か。LOA なのは確かなようだ。あの恐竜は何だ。化石から生み出したクローンさ。何のために。もちろんビジネスだよ。小型の恐竜をペットに欲しがらない子供がいるかい。製品化されたら大ヒット間違いなし。それに金持ちは欲しいものを手に入れずにいられない生き物だからね。クローン再生された新鮮な臓器とか若い肉体も引く手あまただい。愚かな。そうかい。さらにこういう利用法もある。かわいい番犬が冒険注意の看板を出し忘れていたけど悪く思わないでくれ。さあ見せてくれたまえ竜の忍者。この子も興奮している。さあ、もっと楽しませてくれ。
お見事。さすがは竜の忍者。君の周りにはいつも死体が転がっている。仲間入りしたいか。瑞希。ハヤブサ、ごめんなさい。武器を捨てろ忍者。賢明だよ。ではハヤブサ。おやおや、まさに瞬殺、忍者の得意技だ。素晴らしい。大丈夫か。お前の番だ瑞希。